小栗リ日から1969年1月29日は日本の画家、映画、演劇の美術装置家、タイポグラフィ作家である。日活京都撮影所美術部長、京都市立美術大学教授を歴任した。サイレント映画時代の字幕に独特のタイポグラフィーを残し、溝口賢治の映画に多くクレジットされ、後に溝口の折り鶴を先頭では、 美術装置をデザインし美術家として参加している。小栗の仕事、何はひかのタイトルロゴ。小栗の仕事、首人層のタイトルロゴ。小栗の仕事、折り鶴汚染のセリフカットタイトル。小栗の仕事、土曜日の表紙ロゴ。1903年岐阜に生まれる。少年時代は、飯野義三郎の下で育てられている。あと、東京に移り、中学時代、 黒田清照のアトリエに入る。やがて、東京美工の岡田三郎介の教室で学ぶようになってから、絵画の道へ入ることになる。1923年、東美工を中退、幼いるの演技映画研究所美術部員となる。1924年、日活京都スタジオに入り、現代劇に参画、美術部長となる。1925年には、 日活京都撮影所の現代劇部門である第2部に在籍、サイレント映画にセリフやとがきを表示するカットタイトルの文字を書いていた。1927年、同撮影所の移転に伴い日活渦政撮影所に移動した。1934年までには同撮影所美術部長を務めており、同年1月9日、大阪府三島郡水田町の三島無産者診療所の 初代所長が万29歳で溶接した折に、その墓石をデザインしている。同年9月、同撮影所の企画部長、長田正一が独立し、第一映画を設立。オグもこれに参加。翌1935年1月20日に、小竹キネマが配給して公開された、溝野口賢治が監督した映画、折りるおのセットをデザインした。 1936年7月、斉藤雷太郎が編集、発行していた京都スタジオ通信が発展的に開題、中井翔一が編集長となって、週刊の新聞土曜日として再出発する際に、表紙の土曜日の大事をデザインする。1937年、長田正一が新興キネマに引き抜かれ京都渦政撮影所長。 就任するとともに第一映画は解散。小栗も、新興キネマの同撮影所に参加する。1938年、新興キネマに、進撃の衝撃団、新興衝撃場が結成され、5月19日同20日に、八坂会館で、第一回公演が行われたが、その美術装置のデザインを行う。1942年、戦時統制による合併で、新興キネマ、 京都撮影所は大英第二撮影所となり、同年、同撮影所が制作した、野口明監督の推しのげ、美術デザインを務めた。1944年頃に、満州国に渡り、満州映画協会に関わり、娘の曽根崎明子は、同協会の編集技師として、加藤康志通りが監督した、白身は、怖い等のフィルムの編集に携わっている。 第二次世界大戦終了後は1950年に設立された新生大学の京都市立美術大学の教授に就任した。歴史家の奈良本達也、小説家の園地文子らとの交友が彼らの文章に記されている。1952年頃から働く人々のアトリエラクー空を主催。1969年1月29日、京都渦政にて死去した。 同撮影所の日活京都撮影所名義時代を含む、1925年、1926年、1927年、1 9 2七年、百二十8年、1929年、1942年国立国会図書館蔵書。ありがとうございます。